皆様、こんにちは。8月27日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。未明に行われます、ジャクソンホールでのシンポジウム、それに伴う、パウエル議長の発言もマーケットは待っている状況で、朝から小動きが続いておりました。今晩ですね、イベントリスクを避けるという意味では指し値は今晩はいたしませんが、自分のイメージでやるとすれば、106円のドル円に関しては、106円の15で売りを、6の35で損切りを、あと、利食いをもし置くとしたら、100飛び5円の50が潰れた場合を想定をして、105円の25ぐらいに深いところに入れるかなと、もしやるのであればということですが、ただ自分は今日少なくともイベントリスクを下げるという意味では、今日は指し値は置かないので、実際これイメージだけです。ユーロドルに関しては、同様にドル売りの流れが出てくるのではないのかというふうに考えましたので、1.18、すみません、まだチャート書いてませんでした。1.18、今30台ですけれども、1.18の自分としては1号ぐらい、ちょうどこの、雲が、ちょうど薄くなるところなんですけど、これがもし割れたとしても、それほど走らないだろうということで、1.18の、1号に買いを差し、やるとすればですね、でストップは1.17の80で、このポイントですね。で利食いは、このところ何回もやって、抜けなかった、昨日も1.18の498で、今日か、止められております。1.18498で、止められております。上値ですね。1.1850抜けてきたら、さすがに損切りも入るだろうということで、これが、抜ければ1.18の80ぐらいまでは見れるのかなと、そんなようなイメージで考えています。ドル円が下落、ユーロドルが上昇で、間に挟まれたユーロ円は多分揉み合いになるのではないかというふうに考えます。やるとすればですけど、125円の、自分のイメージは6号あたり、売り置き、この時間足の雲を抜けて、さらに上に跳ねるようであれば、125円の90で損切りを。あと、利食いは、125円の朝方25台がありましたけれども、さらにそれの下。125円の10近辺をイメージをしたいと思います。ポンド円に関しては、非常に、これを見る限り、時間足見る限り、下値が相当硬く、じり高になっています。このボリンジャーバンドのセンターライン、時間足のセンターライン、21日移動平均線割り込むと、ちょっと気持ち的には嫌なんですけど、ここで何度も止められた139円の65近辺をサポートを信じて、時間足の雲の上限も信じて、やるのであれば139円の6号あたりを買って、20ストップ、この時間足の雲が割れた段階でストップ。で、利食いは140円の3号近辺、直近高値よりももう少し上に跳ねたところ、140円の3号ぐらいをイメージをしたいと思います。オージー円はもっと堅調で、時間足がきれいに、ボリンジャーバンドのセンターラインがこう下値をたくり上げてる、もう非常にきれいなチャートの形で、これが急落するという感じではあまり考えておりません。76円の、もし、この今だと70ぐらいが多分目先サポートになってるのかもしれませんが、この60を割れると一瞬投げが出ると思います。この投げが出たところを買うんであれば、76円の40買って、ダメであれば、ここの時間足の200移動平均線、もしくは90移動平均線、時間足の雲、全部ここが76円の20の、近いところにあります。76の20割れてったらもうやめるんだというつもりで、76の1号にストップを置いて、押し目を買ってみるというスタンスではないかなというふうに思います。今日に関しては、朝方からコメントしましたように、あまり月末ということもあって、短期勢でもあまり積極的にマーケットに入ってこないのではないかというふうに考えました。
まあ、特にあの銀行のインターバンクのディーラーっていうのは、毎月収益の締めがあります。で、今勝ってる人間が、月末近くに、無茶なポジションを取って大きくやられるということは、もうこれ徹底して避ける。もう仕事やってるそうに見えて、実はあまりやってないというのが月末近いところです。で、負けてどうしようもないという人間が無茶なポジションを取りますけど、手が悪い、要するに、連中がですね、頑張って最後の数日間で帳尻合わせようとすると、やっぱりどうしても無理なポジションを取りますんで、そうするとそれは大抵うまくいかない。余裕がある人間は、ポジションを変なところで取らないし、まあ、取るにしても、その、むちゃくちゃ大きいポジションを取らないので、万が一負けたとしても、自分の収益を脅かすような大きなポジションを取ることはありません。したがって、現状はですね、まあ、あまり海外時間も、まあ、当然ジャクソ、パウエル議長の、まあ、会見があるので、あまり無茶なことはやらないだろうというふうに思います。直近5分足、5時過ぎに1回売ったやつを強烈に今切り返してきてますね。まあ、ポジション調整の一環だと思います。ロングの人間が手仕舞い、ショートの人間が買い戻しをしてるんだというふうに判断しますけれども、あえてこれに追っかけて乗ってくるつもりはないので、まあ、やるのであれば十分に引きつけて、どっかで売りを考えるかどうか、やるにしても指し値ではないでしょうね。流れを見ながらということになろうかと思います。まあ、どちらかというと、月末に関しては、逃げの姿勢になりますけど、逃げるは恥でも、月末の収益管理に関しては役に立つというふうに私、昔から考えています。恥でも何でも勝てば官軍なので、それをやはりプロはみんな考えてるんだろうというふうに思っています。また今晩、実際どういう形で、どんな発言が出てくるのか、注目していきたい、そんなふうに思います。簡単ではございますが、今晩の相場展望、この辺で失礼させていただきたいと思います。それでは、よろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。